ジェントルメン、リリースジェン、ジェン、オールユアスターズ出た。オールユアスターズ、オールユアスターズ、どういうことだ。皆さん食レポは上手くなりましたか。イエス。おお、なんで。すごい、何もやっぱ考えずに始まると音が漏れてない。さあ、というわけで全然成長してないということで、はい、まだまだ修行が足りない、うん、というわけで今回もやっていきましょう。 USA 版食レポ伝言ゲーム。というわけで今回の MSSP ワールドはですね、はい、うん、まあちょっと前に、食レポ伝言ゲームやったと思うんですけども、そちらの方、やっていきたいと思います、はい、今回はですね、一人目の方は別室にて料理を英語で、今回は英語で、英語で、だからタイトルコールは英語みたいな感じだったんです。 Yes! Oh no! Oh my! This one!No! MSSP とは英語が堪能な集団です。確かに堪能だね。はい、あれ。はい、ただし前回と比べましてちょっと難易度が上がってますんで。なんで。まあ前回ちょっと単純すぎたのもあるのかな。シンプル、シンプル、あと前回ルールを無視しすぎたんで。ノールール。普通に色とか言ってたからね、肉。そうです、今回ちょっとおさらいしていきましょう。まず、はい、国、どこの国の料理か、はい、あとは色、色、もうカラーも絶対ダメです、うんうん、で形もダメです。形、はい、あと調味料、調味料、例えば塩、塩使ってる、うん、あ、そうだ、商品の固有名詞みたいのもそれはプッチンプリン、そうそう、プッチンプリンのプッチンみたいなこの前言ってたけども、うん、あ、そういう工夫するのもダメです。 あくまで食レポで、どういうものかを伝えるゲームですから、はい、というわけでここら辺ちょっと再認識でやっていきましょう。はい、わかりました。さあ、というわけで早速一番手は FB37 でございます。僕といえばね、やはり英語の達人でございますから、見事、皆様にね、何の料理か当てさせて いければと思います。たどたどしいのは自信がないからです。では早速見てみましょう。こちらです、ドーン。何これ。ホットドッグ、ケチャップ、ケチャップかける。あ、でもうまそう。じゃちょっといただきます。おっ、何これ。チーズが入ってる、チーズドッグってやつこれ。あ、チーズハットドッグ、まあ言ってしまえばだからチーズドッグみたいなあれですよね。こんなんなんだ。しょっぱい系なんで、しょっぱいということを伝えたいんですけども、しょっぱいって英語でなんて言うの。ソルティング。だから、あ、だからもうノースイートって言っとけや。ノースイート、あ、揚げてる、あ、え、揚げてる、アップアップ油っていう、あ、アップアップオイル。あ、いけじゃない意外と。あー、オーマイガー。別に今は英語じゃなくていいんですよね。 Now just English onlyヤング、マガジン、ジャンプ、サンデー、リボン、マーガレット。あ、お、別冊マーガレット別冊はダメだろ。別冊俺はそれは月刊って言うとこさ、別冊来ちゃった。コミックタイムキララ。いや、韓国のものの伝え方、素材を言うのはダメですけど、韓国を連想させるものはいいですよ、キムチとか。でもキムチって言ったらダメなんじゃないですか。ねえ、レッド、そうだ。刺さってるとこ英語でなんて言うの。1ミリも分かんないけど、ソード&シールド。せめてチーズはなんとか伝えたいんだよな。だから食レポ的な考えがありなら、牛さん、ワイルド、牧場、イズモンスター、できました。多分伝わると思います。僕はこんな感じで行ってみたいと思います。よし、じゃあまずは、お三方、じゃあヘッドホンしてください。お三方、いや、これしたらいいな。
前誰に向かって壁にでも話してるよ状態でしょ。じゃあアロマさん、はい、伝言の方よろしいでしょうか。はい、じゃあ僕の食レポをよく聞いてください。ではよーいスタート。あーアイテムノースイーツ、ノースイーツ、あノースイーツ、ノースイーツ、デリシャスで、デンジャラスデリシャス、あスイーツじゃないけど美味しいと。おアップアップ、オイルアップ、オイルアップアップアップ、オイルアップ、あオイルが浮いてんのかな、オイルアップ、ロングロング、おロング、ヤングヤング、油が浮いてて長くて若い、ソード&シールドポケモン、ワイルドワイルド、ワイルド、牧場イズモンスター牧場イズモンスター牧場イズモンスター、オッケー、オッケー、おーいおーい、オッケー、オッケー、オッケー、イエーイ、キックンさん、はい、では用意スタート。パクモン、ソード&シールド、ロング、ん長い、ロング、ロング、ヤング、えロング、ヤング、ロットスイーツ、甘くない、長い、ロング、ヤング、若い、牧場イズワイルド日本語じゃねえかよアップアップオイルアップアップオイルアップアップオイル、はい終了です。やるわ、よくやったよ。これ大体伝わったんじゃないかな。ヨヨさんに食レポ伝言お願いします。どうぞ。牧場イズワイルドロング&ヤングソード&シールド。待って。ノットスイーツ。お。牧場イズワイルド。待って。これだけのためにめっちゃ時間かかった。ロング&ヤング。これだけ。これだけ。レジェンドオブマダム。それ。それ難しさ。はい終了。そかリターンズ。これはかなり来たんじゃないですか。さあでは皆様、僕が食べた料理は何だったでしょうか。はい、スケッチブックに答えを書いてください。答えをどうぞ。もうキックは相変わらずとりあえず絵を描くことに。あれ絵描くんじゃない。絵じゃねえよ。はいどうなってんだろうよ。あれ文字を書けよ。何か書けよ。さあというわけで。じゃあヨヨさんからどうぞ。はいステーキ。あステーキね、なるほどね。ステーキ、ステーキはねすごいね、あのねはっきり言うけど一番近い、マジか、ね、なんか俺の意図は一部伝わったかもぐらい一番遠いのに一番伝わったで続いてキックンさんの回答を見てみましょう。はい、はい、ウインナー入りビーフシチューあのさ、さすがに分かんないけど、それだったらビーフシチュー普通に出すと思う。そうだね。そうだね。なんでウィンナーをさ、そのメインに添えてるみたいな。そうそう、なんかウィンナーを感じ取った。間違ってるでしょ。いやなんかソード&シールドで食べるっていうことだから。なるほどね。はい。はい。わかりました。じゃあ続いて最後アロマさん。これアロマ正解したでしょ。そのまんまソード&シールド引っ張られたソード&シールド引っ張りすぎたねポケモンパンなんだろう、ロング&ヤングがやっぱ俺ウインナーしかもう思いつかなかった。あロング&ヤング思いつかなかった。 あのねまず難しいのが、うん、しょっぱいとかって英語でなんていうの。ソルティソルティングとかだからノースイートっていう。そう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 、 そういうことか。甘くないじゃなくてしょっぱいを伝えたソルティで合ってんの。じゃあソルトはダメだけどソルティはいいんだ。ソルティはいいんだ。なるほど ね。ああまあ結構その何が合うとかセーフかは微妙なところだから、まあ、そこはねもう現地スタッフさんに聞いて現地スタッフさんに聞いてはい、じゃあまあ答えも言いましょう。チーズドッグでございます。おーチーズドッグ、チーズドッグ、まあチーズチーズハッドグとか。いや何をえチーズハッドグとかいうのか、その現あの韓国の。あー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 チーズドッグとチーズハッドグは全く別物じゃないそうなの、うん
何を食べたんだ。お前が食ったのはどういうパンにソーセージが挟まってチーズかかってるやつ。うん、違うではなくて、うん、チーズが上がってる、チーズハットグだね、それ。おチーズドッグじゃないよ。チーズハットグとチーズドッグって違うんだ。揚げチーズ、ね、じゃあ俺も間違ってた。確かになんかチーズハットグって書いてあるんだけど。あ、そうなんだ、まあ、いや伝わってない、全然伝わってない。何も伝わってない。牧場、まず牧場。まず牧場。牧場はファームでいいじゃん。そうか、ファームか。ファームって言えよ。で、ファームか。そうだ。ソード&シールドは一体何ですか。それ全然分かんなかった。なんだったの。聞いても分かんない。ポケモンじゃなかった。それは口で刺しているってことをなんとか表現させた、うん、シールドはとりあえず口って英語で分かんないから、とりあえずソードって書いて、その後アンドシールドって書きたくなるから今はね。お前そのせいで今は二刀流にならざるを得なかった。なんで続いてちょっとアルマさん、なんとか、はい、お願いしますよ。わかりました。さて、なんだこれ、なんだ、さて何なのか。はあ、とりあえず食べるか。いただきます。うん、あんまりって食べないけど美味しいな。だからロールはダメか。それがダメだったらどうしよう。円柱状ライスタワーライスタワー、このまま食っても美味しいんじゃない。醤油つけた方がうまいな。あ、ソイソース、あ、ダメだ、ソイソースダメだ、ね、けどこれには使ってないからいいのか。確かにナイスふんわりふんわり。有名はフェイマスだから。おー、やべえ、キックンやっぱ一番いけんじゃないこれ。でも俺文章作れないもん。単語は知ってるけど。あ、でも単語知ってるだけだいぶ違う。まあ単語知っても受け取り側が知らないくらい。フェイマス受信側何ですかフェイマス。受信側がちょっとフェイマス。やばい、俺とエオのせいでこの企画が台無しだよ。せめてでも、あ、でも多分英単語はあいつは 、まあ、俺ら2人よりは全然わかると思う。いけるから、うん、なんとか俺らは正確にキックに伝えることを、うん、もう俺らが伝わらなくてもなんとかキックに伝われば。でも俺分かんなかったら諦めてレジェンドもなって。うん、分かった。ノットジャパニーズで行こう。ソード&シールド。よし、できました。これで完璧にと伝えたいと思います。さあ、アルマさん戻ってきました。ちょっとね、アルマさん自信のほどは。これは多分完璧に伝わるんじゃないの。あー、来た来たよ。よし、ちょっと完璧目指していこう。よしよし、よく聞けよ、はい、ソード&シールドライス、はい、ライスタワー。もうライスダメだなこれ。ライスダメだよね。ソイソースピットイン。ソイソースいいのそれ。ソイソースピットイン。ノットジャパニーズ。国入ってんじゃん。国じゃないよこれ。あ、ジャパニーズか。ジャパニーズだから。ノットジャパニーズ。いいのそれは。これ現地スタッフはいいって言ってたから。マジか。ふんわりタワー。ふわりは OK ジャパニーズ OK 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 伝わったな、よし。さあ、というわけでじゃあヨヨさん伝えてください。いいですか。ではよーい、スタート。ソード&シールドノット、ソード&シールド。あ、 OK OK。 フォーゲット、フォーゲット、フォーゲット。ノットソード&シールドフォーゲソイソースピットイン。あ、ソイソースピットイン、ソイソースピットインノージャパニーズ。あー、ノージャパニーズ、ノージャパニーズ and ふんわりタワー。え、
ふんわりタワー。ふんわりタワー。Yes。ほう、OK。Repeat。No。え、そ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 。Sword and Shield。Not Sword and Shield。Forget。Not Sword and Shield。Forget。Forget。ソイソースピットイン。ソイソースピットイン。Yes。Yes、Yes、Yes。ふんわりタワー。Over。オーバーでは行きます、はい、よーいスタート。ソード&シールド。それさっき言った。ソード&シールド、はい、ノーソード&シールド。違うんだ。ノーソード&シールド。違うんだね。フォアゲッツ。けどゲットし言わないのに。フォアゲッツやっぱいる。ソイソースピットイン。ソイソースを入れちゃう。ピットイン。ノージャパニーズ。日本食じゃない。ふんわり。おい、日本語じゃねえか。ふんわり。ふんわりタワー。ふんわりタワー。You are final。 それ言ってなかった。初めて聞いたわ。 OK。 OK じゃねえよ。パーフェクト。回答よろしくお願いします。どうぞ。バルタン星人かなそれは。ほら、筆が進んでないよ。ほら、どうなってんだ。筆が進んでないぞ。いやちょっと隣見てみろ、キックンさん見てみろ。あんなに筆が軽やかに進んでるぞ。何書いてるの。違うん。いやなんだこれ。さあ、筆が進んでないぞ、二人とも。待って待って、ちょっと待って、落ち着け。キックンの一人勝ちになってしまうぞ。いや、それはないだろう。やはり考えてから筆を滑らすのではもう遅い。そうだね、考える前に筆が進んでいなければこのゲームに勝つことはできない。うるせえこいつ。うるせえこいつ。なんだこいつ。もう書きましたか。書きました、はい、お待たせしました。じゃあ今回はじゃあこっちから順番に行きましょうか。あ、こっちから行きます、うん、さあそれでは栄養さん回答お願いします。どうぞ。ハンバーガー。いやお前はふんわりタワーの本質を何も理解してない。じゃあここでじゃあふんわりタワーを完璧に理解した FB さんの回答お願いします。お願いします。いきます。カニ玉ですね。カニ玉。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん丸ごと入ってますね。何それ。そいつなんだ。カニ玉ですよこれ。それなんすか。それカニがたまたまそこにいただけない。さらにカニ乗っけられてるだけだよね。やっぱカニ玉といえばふんわりしてますし、うん、まあでもタワーは、まあ、タワーはあえて蒸します。あえてね。あえて蒸し。はい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 、はい、中華料理だと思うんすけどね。マジで。じゃあ、じゃあ一番筆の速かったキックンさん、完璧です。お願いします。ます。何なのだからそれ。豆乳ソースかき氷。何を言ってる。当てる気ないよね。ないよこいつは。いやいや、なんでお前問題さ、豆乳ソースかき氷が出ると思うの。もう当たんないじゃん。それだったらソイソースでしょ。ソイソースは、ソイソース、ごい豆乳ソースじゃないの。ソイソースって醤油でしょ。そうなの。ソイソース。いや、すまん、それは俺も知らない。マジかよ。ソイソースはなんか大豆から作ったあのフルーツ系の醤油です。醤油ですけど。おう、そうだ、ふんわりタワーっていうからかき氷にかけるっていう。ソイソースピットインだから多分なんか醤油をなんかつけて食うとかだと思う。でも日本食じゃない。そうそうそう、だからそれがだいぶだ。これは海外か、これ韓国あたりから来た。まあそのふんわりかき氷ってなんか結構台湾とか、ね、あるよね、あるよね。それはね。そんな一気に食いついてこないと困るわ。今回の僕が食べた食品はカリフォルニアロールです。いやー、そうか。あー、なるほど。わかるわけがない。むずい。いや、むずいよ。醤油わかってれば今出てたかもしんない。そうだね。あ、本当に。いや、そうだねって言ったやついたけど。いやいやいや、絶対出てなかったでしょ。あー、そうだね。せめて丸まってるとかそういう情報を使ったから。くるんでる。だからロールだから丸、
こうね、くるんでるからロールだけど、ロールが使えないから、そう、もう料理名に入ってるから、くるむとかそういう系の英単語が分かんないから、なるほど、ふんわりタワーになった。ふんわりタワー、ふんわりタワーは結構引かれたね、結構引っ張られたね、ふんわりタワー。でも次は来ました、キックンさん。ソイソースは分かんなかったけども、はい、かなり英単語に達者ですから、そうですね、そういう問題じゃない場合もあるからね。キックンさんお願いします。分かりました、勝ちましたね、これは。マジかよ。俺ら今、キックンは多分当てられないだろうから、なんとか AOA に最後の AOA に向かって、キックンは捨て違いにしようっていう、なんでだよ。MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。 MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持ってますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方はですね、こちらとか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 こちらにございます。そして、下の概要欄にもですね、URL が貼っていると思いますので、ぜひご登録の方お願いします。うわっ、ハハ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 ハ